まず僕は九州の福岡県生まれで、ずっとアマチュアバンドをやってて、で ARB っていうバンドが東京でできるということで、オーディションで、ボーカルのオーディションで決まりました。でデビューが1979年ですね。それから何年経ったかな、まあ1980年代の全般ですけど、まあ、非常に行き詰まりまして、バンドがもうバンドはここまででやめようかなっていうね、っていう問題を抱えた時期があって、でその時に松田優作さんと出会ったんですね。で松田優作さんに、まあ、直感的でしたけど相談に乗ってもらいたいということで、でお会いして、そしたらまあ非常に何て言うか気持ちよく相談に乗ってくれて、でなおかつ、会ってから半年後に東映の「アホーマンス」という映画で大きい役をチャンスを与えてくれまして、その時優作さんが言ったのは、残念ながら日本にはね、欧米のようなプロデューサーシステムがない、だから自分でセルフプロデュースしていかなきゃいけないだと、この国はね。で例えばライブハウスで歌ってるミュージシャンとかを日本の映画のキャスティングとかプロデューサーは行かないだろうと、で俺はすぐそういうものに全部アンテナを張ってたと。例えばこういう小さい芝居小屋でね、一生懸命やってる舞台の俳優さんとか、そういうミュージシャンとかっていうのに、本当はもっと映画人が目を向けなきゃいけないはずなのに、いつまでたっても同じようなそのキャスティングの方法で決まるのは、俺自身もやっぱりどっか不満があったということをおっしゃったんですね。最初はそのやはりバンドを売りたいっていうのがあったんですね。バンドをもっと日本の多くの人に知ってもらいたいということで、映画に参加しますということを、まあ、プロパガンダですね、松田優作さんに伝えたら、まあ最初は笑って、じゃあそれでいいよということで参加したんですけど、ただその映画の現場に入ってみて、非常にその感動が大きかったんですね。それは音楽の、例えばライブですとかレコーディングで得る感動とはまた別の感動で、あ、こんなにこだわってものを作ってる人たちがいるんだっていうことを知って、でそれから、まあ、非常に、もっと映画に興味を持ったんですけど、その当時はもうまずはバンドを売りたいっていう、そういうスケベ心だったですね。あ、多分これは日本のスタイルだと思うんですけど、例えばヤクザの役でクローズアップされると、ずっと来るのはヤクザなんですね。例えば刑事の役やると刑事なんですよ。だからそういうことがないように自分の中ではノーイメージでいたいんですけど、まあ、どうしてもそういう時期が多かったですね。ヤクザが続いた時期だとか、で今は最近結構刑事の役が多いんですよ。それはそういう役は他の作品でもやってましたから、別に、ただまあ、例えばああいうタイプの映画は、例えばイメージに浮かんだのがアメリカだと「ミザリー」ですかね、「ミザリー」、「キャシー・ベイツ」、あとは溝口健二さんの「雨月物語」ですね、もう一回見直したんですね。三池さんとは仕事をしたかったので、まあ興味がありました。ただ内容的に非常に強烈なシーンがあるっていうのは念を押されましたけどね、三池さんの方から。だからそういう意味では、僕自身がそのあまりホラー映画とかあまり好きじゃないんですね、タイプ的に。 僕はどちらかというとやっぱドラマが好きなので、まあ、ただその人間をちゃんと描いている脚本は好きですし、だからいつも
役をもらってやるときはその人間をどこまで自分でできるかっていうのが一番興味がありますから、まあ、今回もオーディションのときもあの男の本当に純粋な部分とそれによって、ね、自分が得るそのああいう恐怖だとかっていうのを、まあ、いろんな角度からは見ましたけど、それはその欧米であれだけ支持されてるのはそういう単なるホラーとかにとどまってないからだと思うんですね。非常によくできた映画だと思いますし、そのいわゆるアート性とエンターテインメント性が非常にいいバランスに入っていると思います。僕の周りの男性ですけどね、日本人の男性特に業界人が見て怖いねって言ってたんでねだからやっぱり女性にひどいことしちゃいけないんだなっていうね、多分教訓になってんじゃないかと思うんですけども、そういう怖さですよね。その人いわゆる霊とかそのオカルト的な怖さじゃなくて本当に人間の、ね、心情の怖さだと思うんで、僕はある日本人の、まあ、先輩のスクリプトライターですね、その方から昔教わったことがあって、映画はその一筋二抜け三役者って昔から言うっていうんですね。で一筋っていうのはよくできた台本脚本、二抜けっていうのは、まあ、情景を含めたキャメラワークですね、キャメラワークで、3はその役者というのはキャスティングですね。でこの3つがうまくいけばその別に大きいバジェットじゃなくても映画はできるんだということを教えてもらいまして、でそれは今でもそうだなと思うんですね。ですから今回もオーディションの時ももう台本いただいて、まず本がよくできている、天眼さんの素晴らしい本だなと思いましたし、でキャスティングも見た時にあもうすごくいいなと、いわゆる他の日本の映画の作りじゃないなっていうふうに感じたんです。まずやっぱアメリカヨーロッパのようにちゃんとオーディションシステムがあって、ちゃんとその役に合った人を広角に選んでいくっていうシステムを早くね日本もやってほしいんですけど、なかなかそういうのはなくて、でも今回に限っては非常にキャスティングも素晴らしかったと思いますし、国村さんですかね、僕の、いわゆるビジネスパートナー友達ですね、国村さんとは以前ある作品で、ご一緒していて、僕非常に興味がある俳優さんだったんですね。ですから あの役を国村さんがやってくださったことを非常に僕はもう嬉しかったし、ですから入る前に撮影入る前に2人で食事に行ったりとかしました。そのやはり友人だっていう関係を作るために。で椎名さんは本格的な映画っていうのはアクティング始めてかな、そういうふうにお聞きしてたんですけども、僕は最初そのアフォーマンスという作品を増田優作さんにもらった時にお前は芝居ができないんだからするなって言われたんですね。でそれは後々理解できたんですけど、その僕はもともとバンドマンで歌を歌ってましたから、そのバンドマンで歌を歌ってきた感性だとか整理ですね、整理とかそのフィーリングを映画の現場で出してくれればいいからっていうことをおっしゃったんですね。ですから今回の場合も椎名さんがいわゆるなんですかね、いろいろこうお芝居やってこられた方がいろいろこうなんていうかな、表現するときに、まあ僕ら足し算とか言うんですけども、その足し算じゃなくてその存在、彼女がいることが、まあ、結果的に非常にこう怖い存在に見えると思うんですけど、だからその辺のことを全部含めて三池さんのアイデアのキャスティングだったんじゃないかと思うんですね。ですから映画においてこれは多分全般だと思うんですけど、僕自身も何度も何度もこれは優作さんにも言われましたし、
客観的にも思うんですけど、やはりこう映画でのお芝居足し算というのはあんまり良くないんじゃないかなと。やっぱり逆に引き算を覚えなきゃいけないっていうね。何もしないことでも何もしないことでもないわけですね。その役で現場にいるっていうことが一番大事だと思うんですね。ですから今回は非常に椎名さんのそれまでのモデルとしてのキャリアとかそういうものが最初のあの作品で非常に生きてるんじゃないかと思うんですけど、うん、例えば海外に行って海外の映画人と仕事する時だとか、あと映画祭ですね、例えばロッテルダム映画祭、カンヌ、ベネチアとか行っても必ずそのオーディションを見たファンの人たちと会うんですね。でそれは僕にとって非常に大きいキャリアになってますし、ですから三池さん自身がヨーロッパでもアメリカでも支持されてるっていうのは非常に実感として伝わってくるんですね。で大体日本の監督っていうのはどちらかだと思うんですよ。アメリカで非常に受ける人、ヨーロッパで非常に受ける方っていうのは、まあそのエンターテインメントとして非常に面白くできてる映画を支持するアメリカ人のオーディエンス、それとそのアート的な映画を支持するヨーロッパの人たちからも支持されているという意味では、非常に三池さんという存在が大きいなっていうのはすぐ行くたびに実感するんですね。で特にそのオーディションを見た方と会うたびに、あ本当にいい作品に参加できてよかったなと思いますし、そのアメリカンヤクザが僕にとっては初めてのアメリカとの共同作業だったんですけど、まあ優作さんとそのアホーマンス以降よく飲んだり食事したり話す機会があったんですね。映画はそのアホーマンスだけなんですけど、プライベートでよく会ってて、でいつもその優作さんが言われてたことが、その日本のね、例えば政治家、経済人、海外に行くとやはりイエローモンキーだとかエコノミックアニマルって言われてるだろうと。でそれをご破産にするのが例えば芸術とか文化をとかスポーツですよね、やってるその日本の人たちがもっともっとその海外に出ていくべきだといつもおっしゃってたわけですね。でその矢先にブラックレインの成功がありましたし、で僕らとしては本当にそのいわゆる侍だとか空手マンとかじゃなくて、等身大の本当の現代の日本人として初めてハリウッドで成功した人じゃないかなと思うんですね。まあ、不幸に病気で亡くなられて、でこれは僕に限らず多分優作さんに影響を受けた人、接した人は多分そのいろんな立場でその優作さんの後を継いでいきたいっていうふうに思ってると思うんですね。で僕自身もそうでしたから、ですからまあ本当にいろんな角度から考えて音楽を一旦中断して自分なりの方法論で優作さんの後を継ごうと決めたんですね。でその一つにはそのやはりアメリカのサグに入ることだとか、あと例えばもっと普通に、行って仕事ができるように例えば英語力をつけるとかっていう努力をしましたし、ですからそれの第一発目がアメリカンヤクザでしたし、ましては僕がすごく当時興味があったビーゴ・モーテセンと、ね、共演できたのが僕にとっては非常にラッキーでした。足がなければどこにも行けないでしょ。まあ最後のシーンが非常にこう、ハードな表現ですしね、強烈なシーンではあったんですけども、でも現場では非常に三池監督が一番楽しんでらっしゃったっていうか、そういう印象がありますね。
まあ撮影があって、体を動かすシーンなんかがあるんですけども、まあ、僕は実際もう動けない体勢になってたんで、その足を移動する時なんかも普通は助監督さんがやればいい仕事を監督自ら楽しそうにやってたりとか、ですからなんかそういうこうものづくり、を楽しんでらっしゃるっていうね、非常に三池さんの現場ではお見かけするんだけども、特にあの足を切られるシーンは監督が一番エキサイトしてたんじゃないでしょうか。